宇宙大怪獣ドゴラ。宇宙大怪獣、ドゴラ。宇宙大怪獣ドゴラは、東宝が制作し、1964年、昭和39年8月11日に封切り、公開された、日本の怪獣映画、81分、総天然色、東宝スコープ。ドゴラは、本作品の劇中に登場する、宇宙怪獣の名称。従来の怪獣映画とは、異なる。 不定形の宇宙怪獣の表現に挑んだ意欲作。1962年にスペースモンスの台で検討用台本が書かれたが、制作の決定は1964年に入ってからであった。脚本では怪獣名は決まっておらず、地球怪獣名、宇宙大怪獣、スペースモンスターなどの課題が決定項まで用いられていた。物語面でも、 従来の人間体怪獣の構図に並行して、宝石強盗団とそれを追うダイヤジーメンや刑事との攻防が描かれ、娯楽性を高めている。アクションシーンなど、当時大流行していた、零零七シリーズの影響が見られる。ドゴラ自身の造形は、クラゲのようで不明瞭だが、当初の予定では、もっと明確に姿を表す予定であった。後年の DVD パッケージなどにも用いられている。 公開当時の宣伝用ポスターでは、建物夜会マイナス104を中に巻き上げるドゴラの姿が描かれていたが、作中にそのような場面は存在しない。大変な工夫と苦労を重ねて、撮影に挑んだドゴラであるが、工日の理由により姿が不明瞭な怪獣とならざるを得ず、人間アクションに重点を置いている理由には、このような面もあった。本作は、 星合併と精霊指定としか感もない北九州市を舞台の一つとしており、当時の北九州市のランドマークがいくつも映画に登場する。どごらに破壊される東洋一の吊り橋は角大橋や皿、倉山の展望台などがそうであるが、中でも物語に大きく関わる畜豊丹田の石炭石執行としての若松港の情景は、本作の公開後に、 急速なエネルギー転換が進み、過去のものとなっていく畜放散探築に関する貴重な記録の一つとなっている。本作の最も特徴的なシーンとして、ドゴラがエネルギーとして求めている炭素を大量に含んだ石炭が空中に渦を巻いて巻き上がるシーンがある。この映像の石炭は天井に吊るした一斗の中に入った黒く着色した砂を回転させながら落下させて、 再現させている。しかし、当時のカメラでは高速度での逆回転撮影が不可能だったため、撮影に使用したカメラを逆さまにして、正回転撮影をした。一方、石炭の渦に巻き込まれて、一緒に空中に舞い上がっていく鉄塔や煙突は、草園で行っており、本編終盤で舞い上がるトロッコは上述の砂と一緒に落下させ、それを逆再生させている。 日本上空を周回中のテレビ中継衛星が原因不明の消失を遂げる。それと並行して世界各国の宝石店が襲われ、多量のダイヤモンドが盗まれる事件が頻発する。警視庁はダイヤモンド盗難事件を全世界に指名手配されている宝石号盗難一味の仕業と判断して捜査を開始したが、実は宝石号盗難も 正体不明の別の強盗団に強盗を妨害され、苛立っていた。警視庁外事課の小前刑事は、マークと名乗る謎の外国人を宝石強盗団の仲間と見て、追跡中、彼が逃げ込んだと思われるダイヤモンドの研究を行っている、宗方博士のもとを訪れ、マークを発見するも、あと一歩のところで出し抜かれて、ダイヤを強奪されてしまうが、 マークもまた別の強盗団の一味と疑われて、強盗団に拉致され、ダイヤを強奪されてしまう。しかし、マークが強奪したダイヤは宗形博士が開発、研究中の模造品、人造ダイヤであったことが判明し、マークもまた強盗団の隙をついて逃亡する。強盗団は、数日後に横浜から運ばれるダイヤを強奪することを決意する。一方、 胸方博士の助手をしている女性、マサヨを護衛していた小前と、電波以上の調査をしていた、キリノの目の前で、石炭集積場の石炭が空に吸い取られるという、事件が起きる。数日後、ダイヤを輸送していたトラックを襲撃した、強盗団は、彼らを追っていたマークとの銃撃戦になる。その最中、突如トラックが浮遊して、ダイヤを輸送していたトラックに落下するいう異常が起きる。 辛くも強盗団はダイヤを強奪するが、今度の中身は氷砂糖であった。後日、宗方博士の元を訪れた小前刑事ら警視庁と合流したマークは、自身が世界ダイヤ保険協会の調査官、ダイヤ G メンであることを明かし、共同で強盗団に立ち向かうことになる。それから間もなく、宗方博士や国連科学委員会の調査によって、両事件とも突然変異した。 宇宙細胞の仕業であることが判明する。炭素をエネルギー源としている宇宙細胞はエネルギー補給のために炭素を大量に含んだダイヤモンドや石炭などの物質を必要としていた。そして巨大化した宇宙細胞はドゴラと命名される。ドゴラは次々と世界各国を襲撃し始め特に石炭の産地として 有名だった福岡県の北九州市では自衛隊が集結してドゴラを大砲で迎え撃つがドゴラは全く同時ずに石炭を吸い上げ続けながら触手を伸ばして若戸大橋を持ち上げ水面に叩きつけるそこで自衛隊は対空ミサイルを発射してドゴラを粉砕するがドゴラは無数の小さく光る細胞へ変化し状況は悪化してしまうしかし地鉢の群れが 上空に現れるとドゴラは結晶化する。実はドゴラの細胞は地鉢の毒によって結晶化するという弱点を持っており、炭鉱にある巣をドゴラに襲われた地鉢が撃したことによってそれが判明する。ドゴラ対策に躍起になっていた矢野博士は地鉢の毒を世界中で大量生産することを指示する。こうして地上からドゴラへの反撃が開始され、 地球上のドゴラはすべて結晶化し全滅した。放射能が蓄積して一種の吹き溜まり状態になっている日本の上空で、その影響によって宇宙細胞が突然変異した怪獣。炭素をエネルギーとしているため、世界各国の炭鉱地帯や貴金属店を襲撃する。炭細胞状態では、細胞全体から金庫の扉を溶かすほどの高熱を出すほか、 人間やトラックを浮遊させることで排除できる。その後、北九州上空で複数の細胞が結合して、クラゲ状の生物となり、触手では角大橋を持ち上げて破壊する。対空砲による攻撃は全く効果がなかったが、対空ミサイルで粉々になったことにより、単細胞状のどゴらが大量発生する。しかし、バチの毒で細胞が結晶化することが判明すると、 自爆地毒を積んだ落下山や海マイナス86戦闘機などの攻撃で全滅する。宇宙大怪獣ドボラは本作の公開3年前に週刊少年サンデー小学館での怪獣へ物語用に小松崎茂がデザインした怪物のイラストを立体化したものである。デザインモデルには原生生物が参考にされている。撮影用のミニチュアは 素材探しから始まって、撮影手法に至るまで、試行錯誤の繰り返される大変で間のかかったものとなった。東方特殊美術スタッフの村瀬次造は、どごらのデザインを見て、まだ開発段階で、あまり市場に出ていなかった、ソフトビニールの素材仕様を思いつき、小西の研究所に連日通っての連成実験で、強度に目処がつくと、今度は、 千葉にあった祖父ビの直近はこの工場を訪ね、目型の製作を依頼した。この目型には当時で20万円かかる非常に高価なものだったが、村瀬が特技監督のつぶら屋に相談すると、いいよ、と二つ返事で承諾してもらえたという。次に、一尺ほどのドゴラの粘土原型が、ヤギ漢字により作られて、戦術の工場で祖父ビに焼かれ、ついにドゴラのミニチュアは完成した。 しかし、通常の釣り草園では、破れる危険性が生じたため、村瀬はこれを水槽に沈めて、手ぐすで操る手法を思いついた。つぶらやに、これを実演してみせたところ、とうとう成功したな。と、大喜びされたという。こうして撮影が始められ、この柔らかい素材のミニチュアを、水槽の中に、手ぐすで釣り下げ、水槽下部に据え付けたバルブからの水流で、 ふわふわとした宙を舞う不安定な宇宙大怪獣が表されることとなった。しかし、この手法ではどうしても細かい泡が発生し画面に映り込んでしまう。また、中野明喜びによると水道局の毎週のカルキ投入日には水道水が白く濁って舞うため水槽の水を透明に保つのに苦労してあまり特措カットが稼げなかったという。 単細胞状態のドゴラは、有機ガラスをガラスに挟んで表現され、実験と合成された。結晶状態のドゴラは、塩化ビニールを熱加工して貼り合わせた15センチメートルほどのミニチュアに玉を仕込み、ピアノ線から電流を送って発光させた。ドゴラの鳴き声は、アサリの呼吸音をピックアップマイクで拾って加工したものとして、公開時に大いに検伝された。この声は、 怪獣大戦争、1965年、本大志郎監督の劇中に登場する、警報機、レディーガードの効果音と混ぜ、つぶらや特技プロ制作の特撮テレビドラマ、ウルトラマン、1966年、TBS でバルタン星人の登場効果音に流用された。落下して潰れる、密輸岩の自動車やダイヤ輸送トラックのミニチュアは、軍事模型制作所に外注された。 ブリキの叩き出しによる金属製のミニチュアが使われ、金属ミニチュアならではのリアルなクラッシュ表現に成功している。映画クレジット順特殊技術本作公開のおよそ1ヶ月前である1964年7月11日に公開された無責任有響伝主演植木等、監督杉江俊夫のオリジナル予告編の末尾20秒ほどの部分に 本作の特報が同時収録されている。本編の映像やスチールなどは使用せず、動く文字やイメージ的な特撮カットなどで構成されている。この特報映像は無責任入教伝 DVD の映像特典である同作予告編の中で確認できる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。